くれます。ですから3分3ラウンド、もしドローの場合延長1ラウンドのマストになりますね。スリーノックダウンね、一切の首相撲はありません、ね、ホールディングしないよ、ね、キャッチもないですからね、片手の膝効果的だったら OK です。入ってきた時のバッティングローブロー、投げも禁止、崩れたいと絶対投げない、あの蹴らない、でロープを掴んでの蹴りもしない、ね、バックハンド、ご来場の皆様にご案内申し上げます。本日許可のない動画撮影は禁止とさせていただいております。許可のない動画撮影は禁止とさせていただいております。どんどん集中しろ、ジャッジ、ジャッジ、はい、come on!
判定に入ります。準備の結果をお知らせいたします。ジャッジ戦では30対24、赤尾崎。ジャッジともに30対24、赤尾崎。30対23、赤尾崎。以上3対24を勝って勝者赤コーナー尾崎ケイジ。11月の17日に世界戦決まってます。必ずベルギーで試合があるんですが、必ずベルトをクラッシュに持って帰ってきます。まあ、ぜひここにご来場の皆さんにはですね、ベルギーに応援に来てくださいと言いたいところですが、大変だと思いますので、11月17日はベルギーの方に向かって、勝利の念を送ってください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。見事勝利を飾りました尾崎健選手に、今一度お願いします。